で、まあ、今回ですね、その体幹トレーニングの部分、まあ、姿勢改善であったりとかにすごい大事なんですけども、まあ、昨日ちょっとお伝えしたように、同じ姿勢でいると、まあ、体っていうのは、その、いろんな弊害が起こってきて、まあ、肥満になったりとか、高血圧だったりとか、心身疲労だったりとか、脳梗塞だったりとか、まあ、どん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 グレードが上がっていくわけなんですが、まあ、それ以外にも、体を動かさないと、起こる弊害みたいなのがあって、それは、一つ挙げるとしたら、なんか、思いつく。田村さん。あ、そうか。リトロなんかある。なんだろうな。体以外で、そう、体以外で起こるような。イライラ。ああ、なるほどね。確かに確かに。そうそうそう。そういう、結局イライラすると、まあ、その、要は、メンタルみたいな。心もこう不安定になってきて、でどん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 こう意欲がなくなっていって、まあ、今多くなってると鬱だったりとか、そういったところにもこう結局関わってくるから、体を動かすことによって、まあ、そのどんどん伝達物質っていって、こう意欲的になるようなドーパミンっていうのが 出てきたりとか、その体を動かすことで、より前向きにいこうっていう気持ちにもなるので、まあ、そういったところで今日はやっていきたいと思います。はい。で、プラスして、今日また最後、3分間のトレーニング、チャレンジやってきますので、それも含めてぜひ参加お願いします。はい、ではですね、トレーニングの方やっていきますので、まずウォーミングアップを一緒にやっていきましょう。でですね、右足を前に出していただいて、でこのままバンザイ、前習いします。でその状態から上にぐーっと上げていきます。そうですね、で戻す、1息を吐きながら、はい、OK。で、今度は手を上にして、上げていって、反対を見ましょう。そう、バランス崩さないように足しっかりキープして、
はい、反対。はい、ずーっと倒す。はい、OK、戻して。OK です。で、今度はこのまま、今の状態のまま、お尻を引いて、体をこうしないようにして、お尻を引いて、かかとにつけるような感じですね、お尻を。で、戻す。1。股関節のストレッチ、お尻引いて、体をこうやってならないようにして、このまま、上体このままでお尻引く。そう。はい、3。そうそうそう、オッケーオッケー。はい、4。ナイス。よいしょ、はい、ので準備の方お願いします。 OK、 そしたら最初は またバランスを少し確認していきましょう。手をついて四つ這いになります。このまま肘を落とす。で、手は肩幅ですね。で、足を股関節よりも後ろ、ここよりも真下じゃなくて、後ろに下げる、下げる。で、足を開きます。で、この状態でお尻を少し引いて、両足を上げる。もしくはついたままでも OK。で、このまま足手を上げる。バランス取って、そう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 、はい、OK。 で、今度逆いきましょう。同じようにして反対の足首を伸ばしていきましょう。はい、ぜひ、ゴー、伸ばして手も伸ばしましょう。あ、いいですね。 OK、 OK です。で、結構ちゃんとバランスが取れてたので、まあ、今の感覚、今やった体の感覚と今日トレーニングした後の体の感覚ですねが、どれぐらい楽になったかとか、逆に辛くなったのかとかをちょっとこう自分の中で落とし込めるといいかなと思いますので、これからスーツというイメージでやっていきましょう。 OK、 そしたら今日はちょっと
足、膝を上げたようなトレーニングをやっていきます。まず四つ這いに手をついて肩の真下、これが前に出てしまうと腕にこう力入ってしまうので下に引く。で、膝も少し引いて足ちょっと広げます。で、指先噛んでもらってお尻を少しベッチリのような形にします。そうです、うん。で、その状態で膝をアップ、地面から膝を2センチほど上げる。そう、いきます、レディーゴー。頭下げないように上げながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、OK! ナイスです。さあ、今度はこの状態でちょっと上げます。右手を地面から離す。左手。体が、お尻が揺れないように下をキープしながら上がる。地面からちょっと手を離すような感じですね。肘を曲げるというよりも、ちょっとだけ上げる。これをやってみましょう。で、いきますよ。レディー。10回いきます。はい。膝をまず上げる。で、手を1、離す。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK! いいですね。そしたら、今度は横向きでいきましょう。今度は横。この横の腹筋を使っていきます。肘をついていただいて、この状態ですね。で、両膝を曲げた状態で、曲げていただいて、後ろに持ってきます。で、体との狙いにまっすぐして、こっちの骨盤が後ろに来ると思うので、下をこのように引きます。そう、OK。で、両足を伸ばす。で、こっち足でぐっと踏ん張らないようにして、左のこの横腹で体を上げる。はい、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1。頭下がらないように、くの字にならないように、3、4、5、6、7、8、9。はい、OK! ナイスです。いいですね。たら今度は膝を曲げます。ちょっと今日は動かしていきましょう。体をひねる動きをします。まず、この膝を曲げた状態で体を上げます。ここでキープ。で、体を一直線にしていただいて、右手を耳の横に。で、この状態で体をひねる。そして肘を見る。これで1回です。これ10回いきましょう。まずここ、1回下ろしていただいて、で、このまま上げる。まず上げる。そうです。で、この状態から体をひねります。ひねて、はい、上げる。1、そう、ひねて、2、肘を見ていきましょう。3、4、この状態ですね。この状態で上げる。
まず上げて、さっきと一緒です。で、このまま手と足を伸ばします。これでキープをやっていきましょう。大丈夫です。この状態ですね。横向きになって、この状態からまず上げる。はい、上げて、で、伸ばす伸ばす、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、下ろさないように、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK。 ナイスです。では今度逆行きましょう。反対側ですね。こっち大丈夫、肩が痛い方は上半身に力が入りすぎてしまっているので、肩の肘の位置を調整するのと、この辺をしっかり意識して持ち上げていきましょう。では、膝をまず伸ばします。この状態で横向きになって、こっちの股関節をちょっと後ろに引きます。そうですね、骨前に入れる、ナイスです。で、このままアップ、はい、いきます。1、2、3、4、5、この下ですね、6。これ踏ん張らない、手に力入れると肩に力入ってないので、これじゃあ進む。10、1、2、3、4、ラスト5秒、3、2、1、はい、OK。 いいですね。では次、膝を曲げて、ちょっと肘の位置調整していただいて、このまま、まず上げる。で、左手を右の横に置いて、そう、そこからひねっていきましょう。で、開く。1、2、3、下の腹筋ですね。5、6、ナイス。1、8、9、ラスト。オッケー。では次は同じです。この横の腹筋とお尻を使っていきましょう。お尻です。この2箇所をしっかり上と下で刺激をしていきます。また肘をついていただいて、このまま上げる。上げて、手と足を伸ばします。こちらのお尻と、ここ。はい、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いい、ナイス。3、4、5、6、7、8、9。はい、OK。ナイスです。OK。では、次はですね、お尻に行きましょう。お尻。ここはお尻のヒップアップのトレーニングですね。ここら辺、イメージしていきます。仰向けになってもらって、寝ちゃいます。で、足は肩幅ぐらい、ちょっと広めにして、こんな感じですね。かかとと、お尻の距離はちょっと近めにしましょう。で、このまま、おへそを、上に引っ張られるようなイメージで上げていきます。この締めるような感じでお尻を締めていきます。腰をぐっと反らないように気をつけましょう。骨盤から上げていきます。では行きましょう。レディー、はい、アップ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、10、OK。 ではそのまま足を閉じちゃいます。足を閉じて同じことをやります。ちょっとお尻の下の方、ももの付け根ぐらいに今度かかってきます。裏ですね。この辺意識しながら行きましょう。レディー、はい、アップ、
はい、ダウン。そう、足を開かないように。いい。ダウン。アップ。ダウン。アップ。ダウン。はい、アップ。ゴー。はい、アップ。ロック。はい。7。はい。8。よいしょ。9。ラスト。はい、オッケー。オッケーです。これで、お腹周り全体的に刺激を入れたので、ちょっとまたバランスを少し確認していきましょう。まず、四つ這いになって、膝を後ろにちょっと下げます。で、肘をこのままついてます。そうです。で、少しで尻にした状態で、手で足を噛んで、まず左手と右足を伸ばしてみましょう。そうです。左手と右足。おー、いいですね。速球より全然肩に力入ってないですね。はい、オッケー。今度反対側行ってみましょう。右手と左足。これで自分のさっきとの感覚の違いを、うん。OK! じゃあ一回音声をミュート解除していただいて。最初のやってた時と、最後のそのバランスの違いってなんとなくわかりました？ OK、うん、2人とも見てて、あの体の軸が最初こうやってずれてたりしてたのがかなりしっかりここでイメージしてるから肩にあんまり力入らない、要は状態でこういう形になってなかったので非常に素晴らしかったです。そのイメージを常に持つっていうのは非常に大事なので、日常生活にも落とし込めると姿勢が良くなる形になるので、それをまあ継続してやっていきましょう。はい、では最後3分間のちょっと耐久トレーニングいきましょう。で、20秒ですね、20秒、のトレーニングを3つやって、それを3セットやっていきます。 OK。 で、1つ目はこの状態で肘についてキープ、こうならないようにしてこのままキープ、これが1個で、2つ目は足を上げて下ろす、20度ぐらい下ろしてすぐ上げる、で、こういう反動を使わないようにして下ろして上げる、下ろして上げる、こんな感じで、これが2つ目で、3つ目はこの状態になって、またさっきのポーズして横に上げる、横に上げる、で、上げたら自分の膝を見る、で、この時にこっちずれないようにこのまままっすぐ上げてくるようにしましょう。こんな感じの3つをやっていきます。はい、さあ、いきましょう。ではセットしていただいて、3分間いきますよ。5秒前、4、3、2、まず肘突きで、はい、アップ、呼吸を止めないようにしましょう。鼻で吸って口から吐く、あ、いいですね。3、2、1、はい、上向きになって足を上げる、下げて上げる、膝を伸ばしたまま、うん、そう、下腹部意識、お腹の下の方でグッと上げる、グッと上げて、はい、また下向きになってで、上げてくる、1、1、1、ふう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 、ああ、いいですね。5、5、上げられないで、上げて、
はい、キープそのまま。はい、頑張って。また、こう丸くならないように一直線で。どうよ。はい、上向き出して。はい、足を上げて、ダウン、アップ、ダウン、アップ、オッケー、ゴー、ゴー、フー、フー、膝を伸ばして、ゴー。はい、また下向きで、はい、頑張って、イチ、イチ、ウィー、頑張って、ゴー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 、ウィー、はい、3秒、2秒、いくよ、はい、キープ。腰下げないように頑張りましょう。ラスト1セット。はい、3、2、1、はい、上向きになって。頑張りましょう。ラストですよ。ふう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 、オッケー、はい、ゴー、諦めない、はい、頑張ろう、はい、みんなで頑張って、はい、最後ゴー、いち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 、ふう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 、はい、いくはい、ナイスファイト、あ、いいですね、出し切った感じが。これが3分です。ちょっとレベルアップしましたね。でも、しっかり姿勢取れたんで、いい感じでした。なので、最後はこのままやりっぱなしじゃなくて、ちょっとストレッチしてケアしていきましょう。では、こんな感じで足を伸ばします。で、手をついてもらって、後ろを一回引いて骨盤を立たせる形ですね。で、手を膝の上に置いて、ぐーっと反らせながら膝を伸ばしていきます。体が丸くならないように、奥を向きながら、裏を伸ばしましょう。はい、OK。 では次、足を広げていただいて、背脚ですね。で、この時も一緒です。手を後ろについて、お尻を引く。で、しっかり息を吐いていきます。この内側ですね。で、右手で左のつま先を向かってぐーっと下ろしていきましょう。息を吐きながら、はい、OK です。吐いていきます。左手で、オッケー。では次は右足を、お尻を伸ばします。右足を伸ばして、左足を上に乗せます。で、かかとをお尻の方に向けてぐっと寄せる。で、左手を右足の膝裏に入れていただいて、このまま寝ちゃいます。で、自分の方に膝を近づけてお尻伸ばす。はい、戻しましょう。今度左足を伸ばして、右足乗せる。そして、かかとをお尻の方に近づけて、こんな感じですね。はい。で、右手を、膝の裏、左手を
こんな感じで。で、このまま寝ていただいて、今のここにずっと足を引きつけます。この膝のところを手で持っているのをタオルとかで引っ張っていただいても構いませんので、タオルを持ちながら引っ張っても OK です。はい、ありがとうございます。手を起き上がって、少し腰伸ばしていきましょう。うつ伏せになって、両手を引き上げます。で、この状態で足をクロスして、ぐーっと伸ばしていきましょう。こちらの手が上がらないように、肩をつけて、ラベルつけるようなイメージで、いきましょう。はい、OK、戻して。はい、反対いきます。息を吐きながら。はい、OK。では、戻っていただいて。はい、いや本日もお疲れ様でした。キングのブース、そして参加ありがとうございます。はい、なかなか継続してきていただいてるんで、難易度も勝手にどんどん上がってるっていう形になってますけど大丈夫ですか？甲がきついね、やっぱりこの腹の肉が邪魔するね。ああ、こう足を下ろしてですね。下腹部、うん、下の方は意識しない限りほとんど使われてないから、うん、そこをやるだけでも、まあ、便秘だったりとか、その排出、外に出すっていう力が強くなるんで、まあ、刺激入れるだけでも全然違うから、まあ、それは日々、まあ、たまにちょっとこう足上げて、あれやりすぎちゃうと腰が痛くなるから、あ、うん、それは腰痛持ちの人はちょっと気をつけて、なんかこうクッション入れたりとかしながら、緩和してあげると大丈夫なので、はい、そういう感じでやってみてください。はい、でこちらまた後で動画お送りしますので、それでまた確認していただいて、はい、またちょっと引き続き明日もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、では今日はありがとうございました。お疲れ様です。じゃあまた明日。はい、お疲れ様です。